ぷーぷーぬるだよ。みなさんこんにちは、ぬぬファクトリーのぬるです。今日の動画はこちら、愛車の40アルファードで久々にドライブ動画を撮っていきます。で、今日行く場所なんですけど、日比谷の地下駐車場にある洗車場に行ってみたいと思います。で、その洗車場はですね、私が YouTube を始めた超ど初期の頃に愛車クラウンで行って夜な夜の洗車動画を撮っていたという思い出の洗車場になります。ですが、その思い出の洗車場が最近聞いた話によると、なんと閉鎖されるかもしれないということで、現状がどうなってるのかどうか確認をしていきたいと思います。で、その洗車場に行く道中にちょっと YouTube の思い出話なんかもしながらですね、ちょっと懐かしい話しながら迎えたらなと思います。それでは行ってみましょう。それでは早速、日比谷の地下駐車場に現在向かっております。で、駐車場行く前にですね、皆さんにお知らせがあります。もう今まで何回もお知らせしていますが、5月5日子どもの日にですね、山梨県の富士山パーキングで行われる D アーティスト2024、皆さんのご来場お待ちしております。D アーティストのヌヌファクトリーブースでは、ポムルをですね、イベント限定の特価でお売りしています。あとですね、5月7日から発売される新商品のコーティング剤、デビルズティアというのが新商品で出るんですが、そちらも先行でイベント限定価格で販売をしていく予定です。ぜひですね、デビルズティアをいち早く試してみたいな、ゲットしたいなっていう方は D アーティストにお越しください。そして D アーティストの前日、5月4日にもですね、またまたイベントがありまして、オートバックス春日部で洗車好きの方のためのですね、オフ会が行われます。で、D アーティストの前日ということで、私1日は入れないんですが、ちょこっと顔を出すことになりました。で、私からのお気持ちとして協賛品も提供していますので、その協賛品はじゃんけん大会とかで使われるということですので、ちょっとね、じゃんけん大会のご参加もどしどしお待ちしております。で、オートバックス春日部ではポムル製品も買えますし、その他いろんなブランドの洗車用品が入っていますので、お買い物も楽しみつつ、オフ会も楽しんでみてはいかがでしょうか。もうたくさんの皆さんのご来場お待ちしております。はい、というわけで今高速に乗りました。で、今日はですね、ゴールデンウィークの真っ只中ということで、かなり首都高も空いていると思われます。そして天気がめちゃくちゃ悪いです。なので、日比谷の洗車場行っても、まあ、誰も洗車してる人はいないだろうということで、結構ね、いいタイミングの日に来れたなと思います。今から私が行く日比谷の洗車場といえばなんですけど、もう YouTube 始めた土初期の頃から本当にお世話になった洗車場です。で、当時はまだお店ももちろんなかったですし、で、本業をやっていたんですよ。で、本業をやっていたので、本業が終わった後を撮影という風にしていたので、なかなかね、屋内で天候に左右されず、しかも深夜やってる洗車場っていうのが埼玉の方ではなかったので、仕事終わりにね、まあ、ちょっと日比谷やや遠いですけど、そこまで頑張っていて動画を撮ってっていう感じでやってました。でね、本当にね、その時が一番辛かったかもしれん。もう今お店があって、本当クーラーもついてて快適な環境で、道具も何でも揃っててできてますけど、もう当時は道具も全然なかったし、地下の洗車場なんでクーラーとかね、そういう空調もなかったですし、もうそれがね、一番大変だった時期かも。で、そこの洗車場で結構お世話になって、まあ、腕もちょこちょこ磨きつつ、今現在埼玉県にお店を構えてやっているという感じですね。だから本当原点です、ヌヌファクトリーの。もう私がより洗車にハマった場所でもありますし、もう本当ね、原点ですよ。ぜひね、あの聖地巡りとしてオートバックス春日部とか日比谷の洗車場とか行ってみてください。懐かしいよね、本当に。その頃からヌヌさんは、はい、もう洗車が上手かったんですか？いや、ド下手くそです。もうね、初期の動画とか見てらんない、もうやばいでしょそれはみたいな。そう、この前もね、まあ言っちゃいますけど、暴露しますけど、ド初期の動画を見てたんですよ、みんなで。で、そしたらなんと私、ホイールを洗うスポンジを地面に置いてました。しかもなんかブラシとかじゃなくて、もう普通のスポンジ、あれをね、なんか使ってたらしく、地面に思いっきり置いてましたね。そして地面に置いたまま濡らしてました。やばいよね、今考えたらもうダメ。もうね、
新しい子とかも、まあ、3月になってね入ってきてるんですけど、地面に置かないでとか今偉そうに言ってますけど私はね初期の頃は地面に置いてました。めっちゃ恥ずかしいから、ちょっと新しく入ってきた子たちにその動画を見られないように隠すそれが何年前ですか？それがね4年前。やばい。逆に言っちゃえば、うん、もう4年で、はい、洗車が上手くなって店を出せるようにまでなったってことですか？うん、まあ自分で言うのもそうですけど、そういうことですね。でもめちゃくちゃ特訓したよ本当に。まあ、やっぱり洗車ってこだわりが強い、まあ、カルチャー的な部分もありますので、もうね叩かれないように必死でした。もう洗車のフォームとか、まあ、ちょっとね使ってる道具とか、なんかそういうのを叩かれないように叩かれないようにってめっちゃ勉強した気がする。もう泣きながら洗車してる時もあったし、うん、今と比べると、はい、まあ、当時は洗車の動画とか、うん、情報っていうのも全然なかったんじゃないですか？うん、ないよ。ないから、もうほんと独学でほぼほぼやってたって感じで、しかも、もう今ねめちゃくちゃいいなと思うのは、この前紹介しましたけどコメリのあの電動フォームガン、あれとかがあの価格で買えちゃう時代っていうのがすっごい羨ましいなって。私も洗車始めたての時とか欲しかった、クルザード欲しかっただってあの手動のやつでもめちゃ感動したのに、今度電動でしかもめちゃくちゃ安い金額で買えるっていうのは素晴らしいなと思います。で、洗車の YouTuber さんもだいぶ増えましたよね。私が始めたての時は本当少なくて、ここまで洗車っていうのが発達してなかったんですよ。今みたいに海外のケミカルブランドとかも全然なかったし、やっぱり国産品で、まあ、大手を使うっていうのが一般的だったんですね、私が始めた時は。だから今はすごいたくさんの中から選べるのはいいなと思うと同時に、ちょっと悩んじゃうよねっていうのはあります。もう数がもうありすぎてどれを選んでいいのかわからないから、まあ、ちょっと難しい、逆にちょっと難しい時代だなっていうのは思いますね。じゃあ今の方って、はい、洗車用品何を使ったらいいかわからないっていう方が多いと思うんですよ。何から使ったらいいと思いますか？そうね、まあ、いろいろあるんですけど、迷ったらひとまずポムルを使ってもらえれば間違いないです。もうポムルは洗車初心者さんの方から中上級者さんまで納得できるようなクオリティで作ってますので、まあ、ポムル製品使っていれば間違いないかなと思います。でそれとですね、やっぱり洗車始めたての時って失敗が怖いじゃないですか。なんか変な風になっちゃったらどうしようっていうので、なかなかできないという方も多いと思うので、まあ、そういった方用に失敗のリスクが少ないように設計もしてますので、ポムルを使ってもらえればいいんじゃないかなと思います。まあ、今後もですねポムルの方はもうまず必要なものから、絶対使うよねっていうものから集められるっていうのも、まあ、今後も継続していきたいなと思うので、引き続きポムルの方もチェックよろしくお願いします。でもね本当4年間でなんか人に教えられる立場になるとは思わなかった。本当にもう1位とかね、新しい子とかも入ってきて、もう私おつぼねさんみたいにブブブブ言ってるんですよいつも4年間でねそこまでなるとは思わなかったし、まさか研磨をやるとは思わなかった本当に。もうただ綺麗になるのが好きっていう感じだったんで、まさか磨きのお店までね開いてしまうとは思わなかったんで、本当ね4年間でだいぶ人は変わりますね。じゃあちなみにヌンさんは、はい、ゴールデンウィークどこか行きたいなとかってありますか？いやーないね。もうあの混んでるからなるべくそういう大型連休とか出たくない。でこの前ねちょっと用事があって、ゴールデンウィーク真っ只中にレイクタウン、越谷レイクタウンに行ったんですが、めっちゃ混んでてもう嫌だと思った。本当にもうすぐ帰ろうってなった。レイクタウンの周りがやばい感じになってました本当に。だからまあできればちょっとね休みはずらしたい、一般の方と同じ休みではなくちょっとずらした上で旅行に行きたいなと思っております。で私はね旅行が結構好きでいろんなところ行くんですけど、まあ、一番好きなのは那須ですね。もうね那須はずっと前から結構な頻度で行ってるんですけど、冬はスノボしたりとかね、夏は涼しいから行ったりするんですけど、まあ、ちょっと最近ねバタバタして行けてないのでちょっと行きたいですね。どの車で行きますか？まあいろいろあるけどやっぱアルファードだよね。一人で行くならカマロで行きたいな。だけどやっぱ乗り心地も悪いし、まあ、狭いから一人だったらカマロかな。
で、なんか2人とか3人とか家族旅行とかだったら もちろんこれで行く、アルファードで行きます。もう、ね、何より広い、静か、快適の3拍子がね揃ってますので、まあ、これで行きたいですね。だもうこれね使いすぎてね走行距離がやばいのよ1万3000キロ行ってしまってます。もうねそれだけお気に入りなんです。もうめちゃくちゃ遠出するってなるとこれで行きまくっちゃってるんで、まあ、ちょっと走行距離が心配ですがこれで行きたいですね。でただねランクル来たらランクルでも旅行行きたいです。まあね最長2年待ちっていうことなので、まあ、いつ来るかわからないですけど、まあ、来たらね早速旅行行きたいですね。はい、今ちょうど渋滞にはまりまして、ただアドバンスドドライブがついてますので渋滞中でも私はハンズフリーで運転ができます。めちゃくちゃこれ便利、本当に渋滞がね本当に面倒くさくなくなりました。だからもう本当遠出渋滞どんと怖いって感じです、うん、これ世界観めっちゃ変わる。もうなんかね車って自分が操ってるっていう感覚でしたけど、もう操られてる車に、そういう気分になりますよ。ちなみにランクル250にもこちらの機能をつけました。で私はですね絶対に外せない機能がこれなので、ぜひ皆さんもこちら検討してみてください。はい、まもなく駐車場に到着です。でもツイッターのフォロワーさんとかも結構最後の地下駐車場行ってきたっていう方多いですよ。ちらちら投稿見かけます。はい、というわけで洗車場の方を見てきましたが、洗車場今日もですね雨なのに何名の方かが洗車していたので、ちょっと場所を変えてこちらの駐車スペースに移動してきました。で洗車場を見てきてまず一言目、もうめちゃくちゃ懐かしかったです。私が来ていた4年前と全く変わらない洗車場で、すっごく懐かしい気分になりました。で最近はですねここ数年私お店作ったっていうこともあって、なかなかこの洗車場来れてなかったんですが、すごく当時の気持ちを思い出しました。ここからが4年前とちょっと変わったところになるんですけど、まず駐車場全体で洗車場が閉鎖しますっていうアナウンスが流れてました。何月何日から使えなくなりますよっていうアナウンスが流れてましたね。でそれと洗車場全体に張り紙がボワッと貼ってあって、まあ、洗車場が閉鎖するっていう内容が書いてありました。閉鎖する理由としてはですね、やっぱりマナーが悪いということが結構書いてありまして、例えばゴミを持ち帰らないとか、タバコを吸ってしまう、それと後片付けをしないっていう方もいたりとか、あと洗車場を一人でこう独占してしまう人もいたみたいです。で基本的にはこういった洗車場では水回りだけやって、拭き上げとコーティングは別の場所に移動してやるっていうのが一般的だとは思うんですけど、まあ、とある方はですね洗車場でずっと全部を完結させようとして独占してしまうっていう方もいたりして、それで今回閉鎖に至ったみたいです。そして撮影自体はですね特に問題はないという張り紙が貼ってありました。混雑時を避ければ撮影自体は OK みたいなので、私も今回ちょこっとだけ撮影をさせてもらいました。そして洗車場なんですけど、7月1日に閉鎖されるということで、6月いっぱいまでは使えるということが書いてありましたので、ぜひ思い出作りのために皆さんもこの洗車場来てみてください。私個人的な感想としては、やっぱり人気な洗車場が閉鎖してしまうっていうのは結構辛いなと思います。ここはですねすごく人気なんですね。で人気がゆえにそういったマナーが悪い人たちっていうのも増えてきてしまうっていうのは、まあ、ちょっと嬉しいような悲しいような、すごくもう微妙な気持ちです。もう本当にね結構辛いです。都内で洗車ができる環境ってかなり限られてるじゃないですか。でその中の一つでここの洗車場があったんですけど、それが今回閉鎖してしまうっていうのは、この周辺に住んでる方からするとすごく痛いんじゃないかなと思います。
でここの洗車場は人気の理由がもう一つあって、料金が安いっていうのも人気の理由なんですね。深夜料金になると結構安くなりまして、でその料金だけで洗車ができるっていうのも結構人気の理由だったんですね。でそういった人気の洗車場がなくなってしまうっていうのは本当に悲しいなと思います。ぜひですね、皆さんもこういった閉鎖する洗車場っていうのが増えないようにマナーを守ってしっかりと楽しんでいきましょう。でもしですね、もっと自分だけのプライベート空間で落ち着いて洗車をしたいっていう場合は、蓮田市のバイさんだったりとか御殿場のキラリさんとか、そういった屋内洗車場もだいぶ増えてきてますので、そういった屋内洗車場を使ってみるっていうのもいいと思います。とりあえず現場からは以上です。はい、というわけで今回は懐かしの洗車場に行ってみたり思い出話をしてみました。振り返ってみると4年前と比べてかなり洗車というのが今ブームになっているなと感じております。ただそれに伴って洗車人口というのも増えてきてますので、やっぱりいろいろな人も出てきちゃいますよね。私もですね、できる限りのことはやっていって、皆さんが気持ちよく洗車できる環境づくりっていうのをやっていきたいなと思っています。ぜひ皆さんもこの動画をきっかけに何か感じてもらえたら嬉しいです。それでは今日はこの辺で、ヌヌでした。バイバーイ。